本日ご紹介するのは、円形闘技場の近くに佇む邸宅、ユーリア・フェリックスの家。日本のポンペイ店でもすっかり有名になった、あの賃貸広告が出ていた家です。その賃貸広告とは、スプリウス・フェリックスの娘、ユーリアの屋敷では、信頼を受ける方に、優雅な浴室、居酒屋や店舗、そして2階の部屋を、来たる8月13日から6年目の同日まで5年間貸し出します、というものでした。プラエディア・ディ・ユーリア・フェリックス。プラエディアとは広大な敷地を意味し、今まで見てきたカーザディなんとかといった邸宅とは異なり、5番の目状に建設された町の区画の2区画分を占有した、ポンペイ最大の敷地面積を持つお屋敷でした。それは一体どんなお屋敷なのか、早速見ていきましょう。敷地内に一歩足を踏み入れると、広大な庭にたくさんの果樹が植わっています。実はこれもすべて根っこ部分の石灰岩型により、当時植わっていたとされる樹木が再現され、ここまで立派に育ちました。春に白い花を咲かせるリンゴや桜、初夏にオレンジの花をつけるザクロなど、四季折々の景色を楽しめるこの庭は、ポンペイの街のオアシスといったところ。小道を進んでいくと、正面に邸宅の一部が見えてきました。そして次の門をくぐると、右手にはブドウ棚が。当時もこうしてブドウの葉が心地よい木陰を作っていたことでしょう。側面の壁岸にはベンチも置かれていたようです。庭木の向こうに随分立派なプールが見えてきました。3本の橋が架けられた池の複数のくぼみは魚の養殖に使われたものと思われます。そして西側には庭に面した回廊が見えています。回廊を進めると左手にアトリウムが見えてきました。周辺にはいつも通り寝室や書斎などが配置され、壁画で覆われていました。その一つが以前食をテーマにした動画で紹介した切り込みの入った複数の丸いパン。卵やミルク、水差しなど台所の風景。さらに山のような効果に書字盤とペン、そしてパピルスの巻物などの生物画が描かれていたのでした。変わって長い廊下には赤をベースにした壁面が続いていますが、あまり状態が良くないですね。実はこの家、発掘初期の1750年代にブルボン家によって発掘され、関心のあるものだけが取り去られた後、また埋め戻されており、この拡張もまた、博物館に運ばれていたものを、現代の修復時に元の位置に戻されたのです。コリント様式の柱頭を持つ大理石の拡張は、いつもの円柱とはまた一味違う趣があります。また拡張の足元には、屋根から垂れる雨水を受け流す石が敷き詰められています。回廊沿いにはゲスト用の寝室が並んでいたと思われますが、その一つがこちら。まるで重厚な金庫が置かれたようなゴージャスな壁画です。そしてお次の空間は食堂サロン。前回ご紹介したベッドのような画台と違って、ここでは大理石製。画台の高い方に頭を、低い方に足を投げ出し、中央の一段低くなっているところに小皿やグラスを置いたのでしょう。上方のゴツゴツした壁は洞窟の岩肌をイメージしたもので、その下の二つの壁岩には、泉の妖精、ニンフの像が置かれていました。そして中央の階段部分から水が滝のように流れ落ち、
画台周辺を満たしていました。わずかに残る壁面には水色をベースに船らしきものが見えていますが、かつては壁一面にナイル川をイメージしたカバやワニ、カモなどが描かれていたのでした。夏でもひんやりした大理石の画台、その画台を取り巻く水の流れ、ここは涼を取りながら食事ができたという心にくい演出がなされた夏用の食堂サロンだったのです。そして食堂の向こうに広がる庭、それはさながら庭園付きの料亭といったところでしょうか。改めて回廊沿いの壁面を見てみると、とにかく穴だらけ。これもブルボン家の仕業なんですが、これについては賛否あり。もし発掘当時からずっとこの場に放置されていたら、今頃壁画は形をとどめていなかったことでしょう。なので博物館に保存されてよかったのかもしれません。しかしながらこの家だけで166点もの壁画が剥がされたことに返す言葉もありません。そういえば同じくアトリウム周辺で見つかった壁画は15に分割されました。その一つがこちらで、ポンペイの中央広場、フォロに並ぶ列柱廊のたもと、靴や布、鍋や釜、食料などを売り買いするという日常風景が描かれたものでした。優雅な邸宅に庶民的な壁画とは珍しいですが、それはこの家の主、ユーリア・フェリックスが一般庶民だったからかもしれません。こんな立派なお屋敷の所有者が一般庶民？ユーリア・フェリックスとは一体何者だったのでしょうか。考えられうるのは、ユーリアという名はユリウス・カエサルのユリウスにちなんでおり、元はユリウス氏族の皇帝に仕えていた奴隷で、自由民となった後、政治家も輩出した一族で、女性のユーリアは政界には進出できませんでしたが、不動産賃貸業などで財を成したやり手の女性だったと思われます。そんな一家が所有した土地と建物を統合し、プライベートの浴室まで完備されたモダンな家を建てたのでした。庭の先に見える丸い屋根を持つ建物が浴室部分です。今日は順路に従って進んだため、正面玄関の案内が最後になってしまいましたが、こちらにも壁一面にカラフルな壁画が施されていました。また貯水槽付きの床の装飾には大理石と玄武岩の小片があしらわれています。正面玄関を出ると町のメインストリート、アボンダンザ通り。この通り沿いに貸し出しした店舗や浴場が並んでいました。そして例の賃貸広告文はちょうどこの辺りに記されていたと思われます。62年の大地震で機能しなくなった町の公共浴場に代わり、内風呂を有料で提供したり、またユーリア自身も地震で被害を受けた家の修繕費用を捻出するために店舗や家を貸し出したのではないかと思われます。浴場には待合室として使われたアトリウム。その奥には冷浴室、温浴室、熱浴室、さらにプールまで完備されていました。そしてお隣には同じく貸し出し中の居酒屋も。今日分かったことは、詳細さえあれば一般庶民でもこんな立派なお屋敷に住めるということ。つまりそれは奴隷や解放奴隷でも成金や政治家になれるということなのでしょうか。その疑問については次回解明していこうと思います。くれぐれもお見逃しなく。それではまた、チャオグラッツェ。